私別れてもよく男の人から忘れられないって付きまとわれることが多くて、そういうの蓮見さん分かります？あの夜のこと9年経った今でも忘れることができない。俺と岩屋さんは同じ大学のフェンシング部だった。あれはフェンシング部の飲み会の帰り。あの夜、確かに親さんは俺のことを思ってくれていた。でも当時、俺には彼女がいた。でも、心の中を閉めていたのは岩屋さんだった。あの後すぐ彼女と別れたけど、岩屋さんは決して振り向いてくれなかった。お疲れ様です。まだお仕事中ですか？もしお時間あったらちょっと会えませんか？ごめん、行かなきゃ。もう？私、11年前迷子になって先輩に助けてもらった時、あの時から先輩のこと気になって一人で悩んで落ち込んで、ずっと行ったり来たり。今もあの時のまま心は迷子なんです。でもこれだけは分かってるんです。先輩言ってくれましたよね、いい先輩と後輩でいようって。嫌です、私このままじゃ嫌です。私は俺、岩屋さんのことずっと忘れられなくて、でも嫌われてると思ってたから。違うんです、俺と付き合ってください。よかった。なんか俺ら中学生みたいだね。そうだ。